昇進すると何かご褒美はありますか？もっとたくさんの本を借りてもいいですか？目標さえ達成できれば家庭は多少めちゃくちゃでも大丈夫だよね。ドクター、ゆったりした曲でも聴いてリラックスしよう。私の実力を見てやっと大事にしようって思い始めたわけ？